おはようございます。夏休みいかがお過ごしですか？でも去年とあんま変わらないかもしれない。去年も部活でそんな休みなかったからあんま変化なしみたいな、やることが変わっただけでって感じですかね。いや、もうすぐ終わっちゃうって考えるとね、まだあるけど。こんにちは。いいおでこだ。いやー、なんかさ、そららの配信とか昨日ちょっと移動中でお通りで見れなかったんだけど、まゆちゃんのショールームも見てたんですよ。あとおとといかな、ここねちゃんのも見たし、いろんなものを見てます。先輩方含め。熱中症になってない？熱中症にはなってないと思います。音なしでも見るんだ。いや、マサルは音なしでも楽しめるかなと思ってイヤホン持ってき忘れちゃって。すっぴんですか？すっぴんなんですけど、ちょっと今からやりたいと思います。自己紹介しないとだね。初見様がいるかもしれないので。あ、いますね、いますね。じゃあやっていきたいと思います。ちゃんとやりましょう。ちゃんとね。はい、いきます。おはようございます。みんなが叶えたいのは AKB48 最年少中学3年生14歳の畠山のぞみです。はい。そう、公開メイクですね。誰のが楽しい？でもまゆちゃんは見るたび食べてるイメージがあって、そららは見るたびに、私の見るタイミングだけなのかわからないけどメイクしてるイメージがある。化粧水飲むのは良くないよね。で、なんか飲む化粧水みたいなのあるよね。ないっけ？あれ、私あった。どうやった？こんにちは。まさる今日も朝飯食べながら、なう？まゆちゃんは見るたび何か食べてる気がした。おでこのファンです。私じゃないの？おでこなの？やばい、めっちゃこっちを無視しちゃう。横に鏡置いてて、あ、やらかしおりこしてしまった。スポンジを濡らしていない。後で秒で濡らしに行こう。ちょっとね、秒で行かないと消されちゃう。でも10秒あれば絶対いける。ので、塗り終わったら行きたいと思います。今日のファッションを見せてください。あんま変わんないよ、いつもと。見せる気ゼロの人みたい。はいはい。そう、ちょっと無人配信になっちゃうけどね。いや、でもすぐ終わらせるから。では行ってくる。あ、へえ、あ、兄さん、クマありがとうございます。クマだよね、これ。ありがとう。ちょっと待っててね。濡らしてくるよ、スポンジを。待って、やばい、急げ。はいはい、かべさんおはようございます。帰ってくるの意外と早くない？はじめまして、メイク配信中です。壁と対話する秒でしたが、壁と対話できましたか？のんちゃん、日焼けしないね。努力してるの。昨日バリバリ日焼け止めも塗らないで日傘もささずに歩いてたから何とも言えませんね。まあ、めんどくさくなっちゃう。こんにちは。向けてやった方がいいのか、鏡に向けてやった方がいいのか、全くわからない。どっちがいいんでしょうね。こんにちは。ご自由に。じゃあ鏡にさせていただきますね。ちょっと離れて戻ってきたら全開になってしまったそう、おでこ全開ってことよね。これからはレッスン、今日はレッスンなかった。何回か確認したけど、なんかさ、今まであったんだけど、急になくなった時が一番怖いなんか見間違いじゃないかなとか、なんかさ、時間間違えて早く行っちゃうならいいけど、遅刻するのが一番まずいから、一回それをね経験してしまいましたね。私、学校とかでもやらかしましたし、マジでね、それだけが怖い。こういうね、お仕事だからなおさら。まあ、学校なら最悪なんとかなるんですけどね、行けばいいから遅刻になっちゃうけど。こんにちは。めっちゃザップ配信しちゃったこんにちは。なんか暗い、なんか暗い。あ、私の画面だけかもしれない。ちょっと見てみよう。私の画面だけじゃないの、これは。リモコン、あれさっきよったじゃん。さっきまであったのに、あった。変わらなかった2度目まして飲めまして。鼻が詰まってるあれあれあった、さっきまであったのに。あった、なんか面白い。香水は使えますか？持ってはいるけど使わない。多分もうだから使用期限とっくに過ぎてるね、1年ぐらいですよね。だって香水の使用期限だからとっくに過ぎちゃってますね。香水って何がいいんだろう。私の年齢でも買いやすい香水で匂いが持続するのってあるんですかね。なかなか難しいよね、そこまでいっちゃうと。おでこオブザイヤーと取れるよ。なんだそれなんか映像倉庫見てくれた方はわかると思うんですけど、本当に鼻触るの癖なんですよね。痛い、刺さった気に入った香りのものを使うのが一番です。そうですね。でもなんか匂い続いてほしいじゃん、どうせなら。眉毛はね拘束上それないのでいつか整えられたらいいな。なんでダメなんだろうね。ドモンの遊園地券届きましたか？届くのかなあ。でもなんか準備してくれているかと思われますのっちゃんおはよう。今日もお仕事なので頑張ります。頑張って。持続するやつはかなりきついんで。そう優秀なおでこの人に与えられる優秀なおでこだな。そう、今日いいな研究所なんですよ。なのでぜひ見てください。私は何を着るんでしょうかね。私はもう知ってるけどなんちゃんはミルクの匂いなんでしょう。ミルクいやわかんないサボンの白？なんか甘い匂いかさっぱりしたのがいいね。それしかないちゃんと研究してくるんだよ。映像倉庫の混ざっちゃった私とコッコのあれが混ざってしまった。ノッコって言ってちゃった映像倉庫コッコが推しメンはのんちゃんだってそう言ってくれた。なんかでこれから千葉エリーさんの次に憧れの先輩はのんちゃんって言うわって言い出して、同期ですってなんなら後輩ですよ、年齢的に言ってしまえば。でもここねちゃんより私が誕生日早いので少しの期間だけ並ぶんですよ。じゃあその時は同級生って言い張ろうねって話してましたやったね、ここねちゃんの推しメンですあんま入ってすぐ同期を尊敬する先輩には言うコッコの方もいえ、私もちゃんと思ってますよ。両思いです両思いですよ、ちゃんと。ちゃんと相思相愛してますから。のんちゃんも最後コッコちゃんも応援してって言ってたよね。そうですよ。なんか一人で撮っていただいてたので、絶対固まるだろうなって思ってパーク大佐さん、花火かなこれ、ありがとうございます。眉毛描くの2番目に嫌い、1番はマスカラなんかこの前になんかやること終わって少しだけ時間が余ってたので、みんなでなんか合わせられそうなやつを合わせたりしてたんですよ。でそれが終わった後になんかここねちゃんが後ろからすごい勢いで抱きついてきて、背中にゴーンってきてこねちゃんのどこが当たったかと首が当たったんですよ。私の背中に思いっきり苦しんでましたね面白かった。おそらくえりちゃんが嫉妬するかとスマホの待ち受けここらしいし、ゆき姉はどうしたのよちょっと三角関係にしないで面白かったですねまあいっか、どうせ前髪で隠れるし、背中にゴンレベル、そうな、すごい勢いできたもんそんなことないよ。こんにちは。17期相関図が欲しいね。あ、いいですね、作りたい面白くなりそうこんにちは。やばい、すごい無口になっちゃったなんか難しい。17期のボスは誰なのよ。ボスそんないるボスなんかいる。三角関係を公表していこう。そうですね化粧まだ難しい？そうですね、まだちょっと慣れてないですね。リーダー的なね、やっぱ愛ちゃんとかみずみんとかですかね。すごいまとめてくれます目が乾燥する。なんかすごいズラになってるから早めに伸ばしとこうあ中地さん、おはようございます。瀬川ちゃんはどう？あ、まとめてくれますね。17期って差し入れめっちゃ喜ばん、めっちゃはしゃいでるイメージ。確かにそうですね。レッスンとか引っ張ってくれることか、愛ちゃん愛ちゃんですね。愛ちゃんとみずみんです。17期で一番ボディタッチしてくるの誰？誰だいや、わかんない。気にしたことなかった。こんにちは。ごめんなさい、おでこ配信で。こんにちは。みずみんはしっかりしてるもんな。そうですよ。まあいっか、どうせマスクしたら落ちちゃうもん。雑になってくるっていうね。のんちゃんも意外としっかりしてるしそうなんでだろうね。昨日お母さんと話してた。どこがしっかりしてるんでしょうかね私には分からなかった次何しよう。初見です。ありがとうございます。いや、やばい、前髪一束出てたというか、ここ喉から突っ込んでくってという感じ。いや、わかんないですよ。背後から来たので背後から来たので、もう勢いしか私には分かりませんでしたいや、なんかすごい勢いできたことは確かです。のんちゃんメールも大人っぽい感じする。そう剣道してるからしっかりしてること思われてるかも。剣道でそんなイメージってつくんだ。剣道偉大だわメールはのんちゃんのまんま。そうですね。そのまんまです。武道してた子は礼儀正しい説あるよね。なんですかねこんにちは。音声入力してんのかなって思う。ちゃんと打ってますよ、キーボード打ってやってる。雨予報だったけど明日降らなそうでよかった。あ、やばい確かに。でもちょっとだけ雨の中のライブは憧れますねなんかそう、髪型も崩れるしメイクも台無しになるけど楽しそうちょっとだけやってみたいっていう気持ちはありますね。あとどうせ汗かいて、私の場合髪は崩れるのであんま変わらないかなっていう。確かに剣道してた子礼儀正しいっぽい。敬語得意なのすごく苦手でした。なんか自分のペースで話してるから今敬語使えてるけど、いきなり振られた時に敬語とはみたいになっちゃって、なんか体育のマット運動の時にお手本でやってみたいな頼まれたことがあって、その時に倒立前転を披露だったんですよ。でまだその倒立前転誰もやってなくて初めてだったので、なんか先生と一緒に練習してて足上がんなくて最初、そしたらそう「待って待って待って」ってめっちゃ言っちゃって申し訳なかったですね先生に。でも普通になんか優しくしてくださったのでなおさら申し訳なりました。周り受けてた、いや周りは普通に練習してて、私がその時先生にワンツーマンで教わってただけなので周りは見てないですねその光景をそうだからやらかしたなと思って、でそういうなんか急になんか慌ててる時とかは敬語が分からなくなってしまいますね。だから気をつけないといけない本当に。得意じゃないですだから敬語は先生をお母さんって呼んだりしないの？いや一回もない。でも一時期剣道部で先輩のことを先生って言っちゃう人が大量発生したまあ私は言ったことないけどねそういっぱいいましたね。面白かった。まつげ長いね、ありがとうございます。間違えた。やだー、無駄にしちゃう。なんちゃんこんばんは。ゆいちゃんこんばんは。遊びに来たよ。バット兄さんありがとうございます。のんちゃんを母と呼びます。母な。わかんない。そうなのか、その時の先輩は。別に先生感があったわけではないけど。線まで同じだもんね。あ、線まで同じだから先輩の線と先生の線で同じだから混ざっちゃうんですかね。なんか左目はいい感じに乗るけど右目がねやっぱ難しい。でもさ見て見て、ちょっとだけ癖ついたの、今見やすいね。わかるわかる、初期に比べたらね広がってるんですよ知らねえわってね。いやー嬉しい嬉しいおお、ほんとだ。本当に気づいてるどっちも二重、まだ二重じゃないけど広がりましたよね。嬉しい、よかったねそんな簡単に癖とかつかない。人によるかと思います。私はまぶた薄いのでな、テープにした方がいいよって言われてからテープにしました今やってないけどね。ほんとまつげ長い、そんな長いかな普通に可愛くてニコニコしてしまった。やったー次の話会すっぴんで参加してとアレンジしたさすっぴんで参加なの？それさっき言うか迷ってたよ。ほんと？全然今からで全て言う。メイクもトークも上手くな、あ、そう、気づいてくれたね。そう、メイクもより上手くなったよ。自分で言うのもあれだけど元のままでも好きだけどね。前も言ってくれましたね。嬉しかったあららら。なんかめっちゃ濃くなっちゃった。まあ、いっか。はい今何分？やばい、急げま、最悪マスカラはまだしなくていいの。すぐ終わりますね、もう。なので問題なしです。まあいっかズボラメイクになってきちゃった。で、まつげは上げるだけ上げて、ビューラーはしませんどうやってメイクを学んでるの？ゆきたんに教えてもらったり、あともう回数ですね。あとは主に回数ですいつも見ても怖いし、痛そう。痛くはないんだけど、まつげの本当に根元挟んじゃうと痛いかもしれない全然痛くないですよ。見てたら痛く感じるかもね。ちょっと怖いし、気持ちは分からなくないですね。で、アイライナー引いて、さあうまく引けるか。あ、下手くそだったえ、待って、うまく引けない今日今日はうまく引けないかもしれない。待って、めっちゃ一回配信無視していい？一回集中。ダメだよし、やめよう別に今やる必要ないしね。いや、なのでリップ塗って終わり最後の最後に立つ。もうアイライナーダメだった。今はいいです。だから配信終わってからやろうと思います諦めるそう、なんかほぼほぼ今日話せてないからさ、そう時間をうまく使わないと。もう終わりますからね、少々お待ちください。できたあ、シーク塗ってない。何時まで配信するの？11時です。今は何時だ？やばい、37分だ。はい、完成できたできた。終わりできました。こんにちは。見違える可愛さでね、ベリービューティーのんちゃんだねさっきとそんな変わった？リップは何使ってる？ですね、すごいガキガキになっちゃった。もう何番かすら見えませんね。何番だこれは？多分02 これ見えます？キャンメイクの多分02番とラム&のこれ25番、あとソララに教えてもらった透明なやつです肌感が若くて全部可愛いです。ありがとうございますそららっこじゃん。いや、もともと可愛いんだけどね。いや、もうそう言ってもらえると嬉しいそう、皆さんお気づきかと思いますがね、マスカラも塗ってないんです夏休みの宿題は大丈夫そう？お母さんにも昨日言われた。大丈夫ないよとてもとてもまずいですね。マスカラ嫌いなんでしょう？あ、話したっけ話したっけ？さっき話したか。一番嫌いだなって言った。透明なやつ使ったことないから今度使ってみる。ぜひぜひスーってなってね、面白いよ。面白いもんじゃないけどうん。あとあれ使った。どこだあれどっか行っちゃった。どこだ？もう一個使ってるんですよ。配信始める前にね、塗ってたやつが消えてしまった。どこやったっけ？撤去。真面目に消えた。怖い。あった。あとこれ無印のやつ使った。はい、この順こっちからこの順で使った。終わりよければ全てよし。そうです。まあ多くもないしね。あ、一個難問があった。まあいいやこんにちは。11時半までにすればよかったな意外メイトいっぱい使ってるね。めっちゃ段階を踏んで集めましたこれはお父さんの妹さんに買ってもらったこれはお母さんに買ってもらった。これは自分で買いに行った。今日明日はのんちゃんで、そうですね、ぜひのんちゃんをお楽しみください何言ってんだろ。今日は蚊に刺されてない。最近刺されてないですね。あ、でも昨日見つけて、あれがなかったんですよ、その電流でなんかパチパチやるやつ、あれがなくて、でお母さんとどうするって話してて、壁にあったのでバンってやると汚れちゃうじゃないですか。でもまあしょうがないかって言って、お母さんがやったら見事に外しまして2回もえってなりましたね。でも私も多分外してたから何とも言えませんけど。サマステは久々にのんちゃんって来ますか。そう、私それ本当にさ、頭いいなって思った。めっちゃ目立つもんそれ私もね、ファン側でなんかライブとか参加するときに推しの名前の T シャツ作るっていうあれ妄想したことは一度もなかったので、天才だなって思いましたそう、見事に外しました面白かったこんな綺麗に外れることあるんだってくらい外れてた。綺麗そう、皮しばしっこいのでね。来年生誕ティーあるかな。生誕ティーね。でも私の生誕ティーは絶対と言っていいほどの確率でヘニョリンですよそう、カッチは便利。あ、そうなの、そういう名前なんだ。今回は17期全集合だから楽しみ。あ、サマステねそうですね、全員いるので今回こそで、しかもいろいろねイベントがあるのでぜひ来てくださいフェニョリンティーいいじゃん。そう、今もちゃんといますから。ゴミついちゃったほら、あ、落ちた。フェニョリンごめんよ。ほら、フェニョリンがいます。白でヘニョリンの顔描いてる。いや、ちゃんと胴体も、あ、やばい、画面が暗くなってしまったちゃんと画面もあれです。胴体も描きますから。ケンダアイドルさん、こんにちは。こんにちは。こんにちはそう、前教えてもらった、画面がほぼ白になると暗くなるこれ本当にすごい、ね、TikTok 皆さん見てくださいましたかね。一緒に写ってますからねでも私のことを知らない方におすすめでもし流れてきたら、多分こいつなんぞやって思いますよね初めて見た時はね、皆さん散々の言いようだったのを私は覚えていますからね。夢に出てきそうとか、夢に出てきそうとかヘニョリンの名前の由来教えて。胴体がヘニョヘニョだから告知読んでるの可愛かった。いや、あれちゃんと自分で覚えられないなと思ってカンペを作りましたで、覚えられるところだけ覚えて、たまにチラ見しました。いやでも私にしては上出来だからそう、告知の方が大事だと思って。なんかスマホ置いてる子の方が多分多かったのかな。なんか昨日お父さんに言われましたいつか剣道着着て配信とか。暗いからもう道着着てるかすら分からなくないかい。読めて偉い。めっちゃ棒でしょ後で見ます。ぜひいいねをお願いしますYouTuber みたい。黒だから字幕も読みやすくてよかったよ。お、よかったはい。あ、親友さんハートいっぱいありがとうございます。ごめんなさい、今気づいた。めっちゃあると思って、いい人みたい。いやでも撮れ高1位ね。なれるかな。なんかなんだっけ、あれで名前書いてくださってますもんね。なんか記事のやつでなんかね、題名でなんか名前出していただけてたじゃないですか。だから撮りたいとは思うんですけど期待を裏切らないためにはどうですかね。髪はこの後セットするの？この後やります。でもどうせまたこの後寝っ転がるので、今やってもまたボサってしますね。なのでもうちょっと後にやりたいと思います。そう、見出しとかにありましたね。なので頑張りたいですね出てなくても頑張るけどね、もちろん。もう私がとにかく得意なのは話すことなので、寝っ転がる前提なんだ。そう、寝っ転がる前提です。いやもう寝るのが本当に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 好きなんですよ。朝ごはん何食べましたか？焼きそば食べた白道着白袴なら分かりやすいのでは。それがね、そう、あるんだよ。あるんだけど余裕で学校名が書いてありまして着るとね、もう私動けなくなっちゃうのんちゃんは猫なのか。猫ではないですけど、寝るのが好きな干物女子です干物。学校アピール。そう、学校名公表系アイドルやだ、絶対やだ。なんか高校ならまだしも中学はやばいって中学はやばい。何時に寝たの？寝れなかった。昨日寝れなくて4時とか5時に寝た。で8時半くらいに起きた一日何時間寝るの？いや、わかんない。でも私いろんな暇さえあれば寝てしまうので、合計的にはあるんですよ、一日の。でも睡眠の質が多分浅いので、結局はまあって感じですね。のんちゃんのファンが来ちゃうもんな。いや、まあ来たところでね嫌だよ。学校名ガムテ等で隠したいな。検討します検討しときますえ、道着見たい？私の5時やばい。そう、寝れなかった。なぜかというと家帰ってすぐに寝てしまったからで、その後に何時くらい寝たんだろう。11時ぐらいに寝落ちしちゃって、でもうほぼ1時近くに起きて、そこから寝られなくなっちゃった宿題はいつ頃手つけれて、昨日つけようとしたんですよ。そしたらやってないものに気づきやめました途中でだから感想文の題名だけ書いた。見れるものなら、まあ浴衣も可愛いし道着も可愛いだろうしそうもう本当に最近昼夜逆転してる。夏休みあるあるだよ。そうだから毎回ショールーム遅刻しないかが一番心配だったショールーム遅刻は本当にしたくない。なんか私だけになんか害があるならいいけど周り巻き込んじゃうとね。しかも規模が違うじゃん巻き込む。せっかく楽しみでさ、私の場合昼配信が多いので早起きしてくださってる方もいるのに、いつか配信寝飛ばしそうだよね。そうなの。いつかやらかしそうで、私が夕方に配信を最近しなくなった理由はこれなんです帰ってすぐ寝たくなっちゃうから。で、そうそのまま夕寝して、配信の時間まで寝るのが怖いからいやもうなんかどう謝罪したらいいのかわからないから、もう頑張るしかないですよね。最近夜配信はしてない理由です、これが社会人にはこの時間きつい。そうなんですよね。でも私には夕方がきついの私には夕方がきついののんちゃんのショールームは癒しなのよ。もう終わるの早い。そうですね。あ、もう54分か。のんちゃん部活とか朝練習寝坊したことある？1回だけあります。でしかも先生の顧問とその先生がいいんですけど、先生の娘さん方が来る時で寝坊したのがでしかも起きた時間がギリギリ間に合わない時間で、準備しなかったとしても、でまあ迷わず電話しましたよねでも初めてだったから怒られはしませんでした。ウィンクちょうだいいつショールーム始まるか謎だけど、この時間にやってるイメージ。そうですね。そう、夕飯前とか眠くなる。いや全然なかったよ。素振り罰なかった。でも常習犯だとなんか次やったら刈り上げだみたいなありましたね。でも結局やってないけどね。社会人で仕事中だけど普通に配信見てる。怒られないようにねブリブリでやだよごめんね、普通にごめんなさいよ。なんちゃん今日もかわいい待って絶対そうじゃん違うかな。いいや、後で確認しようということでね、あ、女子はおかっぱ、男子は刈り上げ坊主だっけ、男子は坊主です。ということで順位を読んでいきたいと思いますでは行きたいと思います。13位、海星さん、ありがとうございます。なんかどうなってんの前髪なんか後ろでさ交差してる。12位がルイさん、ありがとうございます。ごめんなさい、私はすごく苦手なんだ、ローマ字がいや、ローマ字いけなくはないけど一部苦手11位がケン・キザーキさん、ありがとうございます。C とかそういうのほんとタイピング嫌いだったでも打つのが多いじゃん。順位がりんごさん、ありがとうございます。9位がマシンガンさん、ありがとうございます。8位がババちゃん、ありがとうで、7位がベベモンさん、ありがとうございます。6位がルパンさん、ありがとうございます。5位がねるぷーさん、ありがとうございます。4位が、おい、今日誕生日おめでとう、じまにさんおめでとう今日誕生日のじまにさんおめでとうございます。あと、ありがとうございますおめでとう。3位が川久大佐さん、ありがとうございます2位がアニーさん、ありがとうございます。1位がしんやんさん、ありがとうございます。はい、というわけでいや、リア友登場ってわけではなくてですね、なんかねリア友というかなんというか今日は稲研究所なので17位も読みましょう。絶対八野さんでしょ、17位。ほらもうすごくないすぐ分かったよ。18位になってた。あらえ、そう、私のだとまだ17位だけど。あ、本当だではね、そろそろ終わりたいと思います。今日は何時からだ稲研究所があるのでぜひ見てくださいあら、コロナになっちゃったの。まあもう今の時期は難しいよね、どんなに対策しててもしょうがない。ちゃんと安静にしててねあ、ハンバーグやってないそれでは最後にいきたいと思います。いきますよ、ハンバーグ大好きはい、バイバイ、ありがとう。それではイナ研究所でまたお会いしましょう。バイバーイ、バイバーイ。待って。